よっしゃ、続きやっていきましょう。今回は家づくりをしていきたいと思います。で、一応ね、こういう風にかたどったんですけど、どうしようかな。やっぱこれだとちっちゃすぎるかな。もうちょっとでかい建物をドーンと作りたいんだよな。これちまちましたものもいいんだけど、ちょっとこれ剥いじゃうかね。せっかく作ったけど、ちょっとね、これ一体に一個大きな建物を建てたいと思います。 OK。で、ここのね、一番下のところにこの、石レンガハーフブロック。この石レンガがですね、焼いた石を4つ繋げると石レンガができまして、それのハーフブロックを作りました。これをね、ちょっと床板というか、下に引き詰めて一段高くしたいんだよね。うん。これでちょっと見た目を良くしたい。いやーねー、ちっちゃいやつでもいいんだけど、でっかいやつをちょっと作りたいんだよね。採掘してる最中にいろいろ町のね、構図みたいなの、どういう風なのを作ろうかなっていうのを頭の中で考えながらずっと採掘してたんですよ。そうしたら、やっぱちっちゃいとちょっとね、微妙だなと。やっぱでっかい建物作った方がいいんじゃないかなと思うんで、ただね、でっかい建物作るとなると、土地が足りないので、なのでここら辺の山は、まあ一掃したいと思います、ここら辺また。こっち側は、あんま広げなくていいかな。こちらちょっと森林を生かしたいんで、はい。なのでこっち側の山はちょっと切り崩していきたいと思います。うん。でとりあえずはここら辺にちょっと板引いてね。これちょっとさ、めんどくさいんだよね、ここ重なっちゃうと。よいしょ。で OK。 結構石使うなこれ。でここ一帯にちょっと一軒大きめの建物を建てたいと思います。お屋敷みたいな感じかな。うん。まあでも外観を損ねないように木造りで、うん、行きたいと思います。ヒノキと松の木をメインにね。まあ、教会は、ネザーレンガーブロックとネザー水晶でちょっと作りたいなとは今頭の中では考えてるんですけど、基本的な建物はやっぱり白樺と松の木の2色で統一しようかなと思います。まあ、ある程度個性は持たせたいんだけどね。やっぱ統一性っていうのはやっぱ大事なん でとりあえず石レンガ引いていきます。よし、ここの上に建物を建てていこうか。ちょっとでかいかな。これだと宿屋と同じぐらいの大きさかな。まあこれ基準で作るならこれぐらいの大きさでもいいよな。よし。入り口、どうしよう。やっぱ南向きがいいかな。風水的な問題もあるしな。南ってこっち？こっち側から入り口にした方がいいかな。ここ庭にするか、じゃあ。ここ庭にして入り口作る？それもいいかもしれないな。そうなるとここの通路が壁になっちゃうんだよな、ここ一面。それはちょっと見た目的にも。あまりよろしくないんで、ここちょっと掘って、よいしょ。で、あ、2個掘れちゃうのか、これだと。めんどくせえな。で、4つ。階段にしようか、ここ。石レンガブロックを使って、階段にして上がれるようにしようか。それいいな。ちょっと石レンガ作ってこよう。これをここに置いて、うん、あんまり違和感ない。で、乗せると。うん。で、ここに通路にして、もう一段つけるかな。松の木のハーフブロックを使って、これちょっと床にするんで、もう一段上がることは上がるんで、ここの石造りの通路にしようか。いい感じ。ちょっと見えてきた。あ、でもちょっと足りないな。これで通路を作れば、多分、そんなに目立たないよね。うん。うん。もう一面ぐらいやれば。ここら辺いっぱいに。で、ここら辺に入り口、もうちょっと奥にしようか。入り口作って、ここにちょっと棒で屋根をつけようか。うん、いい感じ。よし、OK。とりあえず、ここから登っていって、で、ここら辺を玄関にしたいと思います。玄関にして、で、まあ、部屋って感じだね。2階建ての作りにしたい。で、できればここをベランダにして、庭か、庭にして、遊べるスペースみたいなのを作りたいね。うん。まあ、広さ的にはこれぐらいでいいんじゃないかな。で、このね、ハーフブロックなんですけれど、どうやらハーフブロックの性質上、このハーフブロックと同じ種類のハーフブロックじゃないと、上に重ねられなくて1個浮いちゃうんだよね。同じ種類だったらこう2個重ねられるんだけど、違う種類だと、ここに置けないんですよ。浮いちゃうんですよね。なので、ここの白樺の木の床は、普通のブロックで置いてます。ここの部分どうするかな。もう一段積んじゃうかな。一段だとちょっと見た目的にあまりよろしくないんだけど、まあそれはおいおい考えます。はい。ちょっと上に立てていこうか。どうしようかな。白樺の木は壁紙っていうのはいいんだけど、屋根、一応これが松の
色なんだよね。でこれがダークオークの木の色、色味的にはダークオークの木の方が好きなんだよな俺。白樺の木とも合ってるし、どうしよっかな。松の木で統一する木で松の木集めてきたんだけど、ダークオークの木の方がいいか。俺見た目的にこっちの方が好きだからこっちにしよう。まあどっちにしても宿屋のさ、この屋根とかもダークオークの木に変えるとか言ってたもんね。ダークオークの木と白樺の木で統一しようか。そうしよう。 OK。 ちょっと松の木をダークオークに入れ替えてきます。いいじゃない、この石レンガいいな見た目的に。これここ石レンガにしようって思ってたな。まあでも道はこれでいいか。うん、でこれで登ってって、ここを玄関として、ここちょっと広めの玄関として、ここら辺は部屋にするみたいな。いいじゃん、すげえ豪華な家って感じでいいんじゃない。やべえな、ちょっと建物1個1個がでかすぎるな。もうさ、宿屋基準で考えた方がいいかもしれないな。これは作りやすいんだよね、これぐらいの広さの方が。あの前々回3日じゃねえよ、3パートぐらい前かの時に作った、あのなんか間取りみたいなの、あれだとね、ちょっとね、内装がうまくねできないと思うんだよね。ある程度の広さがないと。これだけ広さがあればいいんじゃないかな。ちょっと積み上げて屋根作っていこうか。屋根どうしよう、こういう風に全体的に三角形にしちゃってもいいんだけど、よくあるじゃん、あのなんかコテージみたいな感じで、ここ三角形に壁紙作って、で屋根はこういう感じ、こういう感じ、への字、への字の屋根を作ると、それもなんか見た目的に良さそうだな。よし、でちょっととりあえず高さ積み上げていこうか。うん、まあまあいいんじゃないかな。この切り抜きの部分は窓にして、ちょっとベランダみたいなのも作ってって感じ。この屋根もなかなか見た目いいな。これでつなげていって、うん、いいんじゃないかと思う。これも一応松の木をね、あ、松の木じゃないや、なんだっけ、グリーンオークだっけ、ダークオークかグリーンじゃ緑になっちゃうわ。ダークオークの木の原木をそのまま使ってます。でちょっと屋根の色とちょっと若干変わっちゃうんだよな。どうなる、これ松の原木の方がいいかもしれない。あ、違う、元気の方がいいと思うんだよな。どうだろうな、どっちがいいだろう、試してみる。松の木はどうだろう、ちょっと見てみようか。松の木もだいぶね色味が似てるからな。あー、若干明るくなるのかなこれ。お、あー、そうするとこっちの方がいいかな。松の木の方がちょっとダークオークの木のさ、加工したダークオークの木と似てる感じするね。こういう風にいろいろね試行錯誤しながらやりたいけど。あ、そういえばアカシアの木とかもあるんだよな。アカシアの木はそういえばドア作ってなかったね。どんな感じのドアなんだろう、それも見てみたいな。お、よいしょ、どっちがいいかな、難しいな。全体的なバランスを見るとこっちの方がいいか。ダークオークの木の方が合ってるっぽいな。うん、ちょっとね色が落ち着いてるからね、こっちの方がバランスも取れてるし、やっぱりダークオークの木にしようか。うん、でアカシアの木もちょっとドアも見てみたいな、それも見てみようか。6つ並べればいいんだよね。よっ、アカシアのドアどんな感じだろう。見た目的にはいい感じだけど、色味が合ってればこれ使いたいけど、どうだろうな。あー、悪くはないけど、ちょっと浮いちゃうかな。なんか檻みたいだしね。ちょっと檻っぽいよね、これ。あ、でもクローゼットとかにはいいかもしれないけど。なるほどね。クローゼット作ってみようか、これで。タンスじゃなくて。それならできそうだな。あー、まぁ、ちょっと色味がちょっと微妙だな。アカシアの木、ちょっと使いどころが難しいかもしれない。まぁ、ドアは OK と。ちょっと別に考えようかな。ドアは白樺の木でいいかな、今のところは。じゃあこのように続けていって屋根をつけていこうか。2階建てでいいよね。よしよし、 OK。 外装はだいたいこれぐらいでいいかな。うん、細かいところはどんどん修正していくとして、大まかな見た目はこれでいいかな。うん、 OK。 とりあえず窓ガラスをちょっと大きめにして、開放感あふれる家作りしてみました。2階はベランダを作ってます。はい、でまあ周りはちょっとレンガと草でおしゃれな感じでね、外壁のようにしてるんですけれど、ここちょっと1個開けたかったんでね、1マス。
まあもしかしたらこれちょっとここの部分削って一個ずらすかもしれないですけれど、とりあえずはこれで OK かな。はい。で、扉は白樺の扉にしました。うん、いい感じでしょ。ここら辺カーペットとか置いてね、ちょっと見栄えも良くしたいと思います。で、これボタン、木を1個連成することによってボタンができるんですけど、これがなんか表札っぽかったんで、これん、すげえ開くんだけど、これあ、しかも勝手に閉まる、すげえ。こうやって押すじゃん、で触らなくても勝手に閉まる、すげえ。ボタンってそんな役割があるんだ。じゃあさ、これさ、これをさ、ちょっと待って、削って、お、よし。で、床に置けばさ、踏んだら自動的に開くとかできるんじゃない、これ。これで、こうやって進んでって、あ、ダメか。押さなきゃいけない感じ、これ。あー、なるほど。わざわざ押さなきゃいけないんだったら、これ意味ないもんね。普通に開けた方が早いし。あー、マジか。これでも使い道ありそうだね。覚えとこう。まあ、でも今回はちょっとボタンは、この表札ということで、表札代わりにしてます。で、グローストーン、早速使ってみました。これちょっとね、ライトっぽくして、で、うん。玄関のライトっぽくしました。いいでしょ？これどうしよう、この屋根ちょっといらないかな。ちょっと間抜けだな、これ。これはちょっと切っとこうか。うん。そうするとちょっと上がのっぺりしちゃうんだけどな。それはまたおいおい考えようか。OK。じゃ、これ中に入ります。中はね、まだ全然作ってません。はい。外側だけね、とりあえず作ったんで。ね、はい。広々と溢れて、窓がたくさんあります。まあ、窓の配置もね、細かく決めていくんで、これもおいおいね、うん、多分壊しちゃうと思うけど、とりあえずは、作りました。はい。で、2階です。2階もね、まだ全然作ってないんだけど、このようにね、屋根の形を生かしたね、うん、作りにしたいと思います。ここら辺に原木を、ブーッと引いて、で、縦にもブーッと引いて、ちょっとなんかさ、屋根裏っぽい感じを出したいんだよね。もしくは、2階の部分吹き抜けにしちゃってもいいかもしれないんだよな。そうすれば広々と見れるし。ここのベランダに続く階段だけ作って、あとは吹き抜けって手もあるかもしれないね。あとは一部分だけ残して、ロフトっぽくするとか。うん、それもいいと思う。で、ベランダでーす。ベランダは、まあ、ちょっと狭いんですけれど、宿屋と比べたらかなり広いですね。はい。ここで街を見渡せます。うん。いいね。で、ここにね、ちょっと植物を置きたかったんですけれど、花とか置きたいんだけど、木の上に花が置けないんだよね。うん。で、それをどうにかして解決したいんだけど、それはおいおい考えていきたいなと思います。とりあえずは外装だけ取り急ぎ作りました。はい。いやー、でも一軒作るのにほんと時間かかるね、これ。大変だわ、家一軒作るの。よいしょ。でも大体完成しましたね。オッケーオッケー、いいね。じゃ、とりあえず次回はちょっと内装を作っていきたいと思います。はい。で、まあ、お気づきの方もいると思うんですけれど、私、一回死んでしまいまして、で、どうしたの、猫ちゃん、そんなところに。危ないよ。どうやって登ったの、君。びっくりした。ここで作業をしてたらですね、後ろから、緑の先輩が現れて、まあ、爆死したわけなんですけれど、ちょっとそれ撮影ができてなくてですね、まあ、どうせ作ってるところはカットするから、ハードディスクもったいないし、録画しなくていいやって言ってる時に、限って来やがって。で、まあ、爆発してしまった、死んでしまったんですけれど、まあ、仕方ないよね。なんかこの経験値っぽい真ん中のバーが減るだけだし、まあ、別に問題はないです。ありがとうございます。はい。まあ、でも、しょうがないよね。うん。また経験値コツコツ貯めていきたいと思います。じゃあ次回内装ですね。で、次回から、ちょっとね、ウィキを見ようかなと思います。まあ、別に今までウィキを見てなかったってわけでもないし、ウィキを縛ってたってわけでもないんですけれど、ちょっとね、方針を決めようかなと思って、1パートにつき1回ウィキを見ていいみたいな感じにしようと思うんですよ。で、その、見方っていうのが、例えば一つ疑問に思ったこと、さっきの木の上に花を置くにはどうしたらいいんだろうって、そういう疑問が湧くじゃないですか。で、それね、もう結構考えたんですけど分からなかったんで、そういう時は見ようかなと。うん。で、1パートにつき1回なんで、で、私今ね、疑問をいくつか持ってまして、1つはさっきの花、木の上に花はどうやって置くのかってやつと、で、2つ目が、馬どうやって乗るのかなっていうのが1つ疑問にあって、乗れないのかもしれないんだけど、でもさ、豚には乗れたじゃん。豚に乗れて馬に乗れないってことはないと思うんだよね。はい。なので、ちょっと馬に乗る方法を、次回は鼻で、次回のその次の回は馬にしたいと思います。はい。
で、ちょっと他にもいろいろあるんだけど、まあ、ワンパートワンパート1個ずつその疑問に思ったことを解決していこうかなと思います。まあ、一気に見ちゃってもいいんだけど、例えば1つ疑問を解消したら他の疑問も思いつくかもしれないんだよね、その疑問を解消したことによって。なので、まあ、発見する楽しみもね、残しつつやりたいんで、1パート1パートそうやって解決していきたいと思います。そうすればね、マイパートマイパート新しいこともできるし、変わり映えもするんじゃないかな。なあ、もうふべ、うん、こっち向いてくれた、かわいい。はーい、じゃあとりあえずは今日はこれで終わりたいと思います。次回内装頑張ります。はい、それではお疲れ様でした。バイバーイ。